おはようございます。今日はですね、ヤフーオークションでパキプスの未発根株が販売されます。で、今そのオークション始まり30分前の段階です。はい、今もう準備万端で待っております。今ね、一番高いところで、6万円っていうのがありましたね。まあ、正直ね、これにね、発行するかどうかわからない品物にね、6万、今はね、これ2万とか3万とか、はい、載ってますけど、ね、それに出すというのはかなり勇気がいることであるけども、やっぱりね、はい、こういうコーデックス好きな人間からしてみたら、パキプスのね、発根管理っていうのは多分憧れる人はいっぱいいると思います。まあそんな中ね、自分もちょっとこのヤフーオークションで手に入れてね、発根をしたいと思っております。まあね、先日、まあインスタとかのストーリーでね、販売してくれる方々がいたんですけども、ちょっとね、何、先着順でね、何回かトライしたんですけども、はい、ちょっとね、落札ができなくてね、かなり悔しい思いをしながらの今日なんで、まあ予算があるんですけども、まあそれ以内にね、まあ候補6個ぐらい候補挙げたんで、そこで買えればいいかななんて思っております。ちょっと今ね、テンション上がってるんで、ひょっとしたらね、超えちゃう。まあ超えないようにしないと 隣で奥さんが見てるんでね 頑張っていきたいと思います。はい、自分が狙ってるのはですね、この33番、今現在2万2500円の、はい、このパーキプスですね。まあ、あと20分でどこまで値段が上がるかによりますね。まあちょっと、もうちょっと粘ってみます。はい、第ね、1品目が終了して、これ結局多分3万超えてましたね。いやー、すごいわ。今自分これ狙っているんですけど、はい、もう今2万6000。難しいっすね、なかなかね。まあちょっと、頑張ります。よし。かれこれもうすでに36分経ってます。いろいろ、見てはいるんですけども、値段がかなりつり上がってて、うわーっていう感じで、どんどん買われてってしまってます。まあちょっとね、次これ狙うんですけども、あと残り3分28秒。この中ね、コウモリっぽい感じ、鳥っぽい感じ、コウモリじゃねえか、鳥っぽい感じか。これなんかかっこいいんで、これちょっと狙ってみます。まあギリギリでね、2万5000で、なんか入札された2万8000まで、ちょっとね、ガツガツって上げてみたいと思います。いや、ドキドキもんですな、本当に。あと1分45秒。ちょっとじゃあ入れてみましょうか。2万4000、2万4000でいきましょうか、じゃあ。うわ、あー、ダメだ。これ以上の高額が出てる。今2万7000入れた。
7000あと1分。2万7000リターンあと1分。さて、誰か入れんのかな。うわ、入れる。誰か入れる。2万7000。29。うわ、誰もまだ入れてこない。怖え。うわ、誰も入れてこない。入れてくる？入れてくる？10、9、8、7、6、5、4。うわ、更新された。うわー、やられたー。あれ、更新された。先ほどのはですね、1000円差で負けました。次、もうこれ、次はこれ狙います。あと2分、2分25秒。すごいね、楽しいね。オークションって楽しいねオークションって楽しいね。こうやってね、チャッチャッチャってやると、ほら、今更新されたでしょ、値段が。こうやってね、そう見極めます。いやー、最後10秒ぐらいでかっさられたかな。ちょっと俺の思うが値段にさせて、まあ、3万円以内。うわ、2万6000まで上がってきた。ふぅ、さて、いけるかな。狙ってるよな、みんな。10秒前。あー、ダメだ、ダメだった。負けました。負けました。あ、3万900円ってやつがいました。負けました。うわ、3万4500円。うわ、いやー、
すげえや。この勝負すげえわ。こいつ細いね。お？変えた？変えました？ん？お、変えた！変えました！やったね。いやー、やっと変えました。あー、嬉しい。超嬉しいっすね。ちょっとね、形が変わったキュートな子ですね。いやー、何回落札できなかったか。いやー、ね、29,980 円。いやー、ちょっとね、アドレナリン出ちゃって予算よりもちょっとね、オーバーしてしまったんですけども。いやー、変えてよかったですね。いやー、オークション、興奮しました。すげー楽しかったですね。まあ、では頑張って発根させたいと思います。ではまた。